後ろに戻って世界が良くなるってことはないわけですね。過去に対してちょっと幻想を抱いているっていうところがやはりあるということを言わざるを得ないと感じたわけです。今回のテーマは脱成長への異議申し立てと題しまして、資本主義と経済成長の未来について考えていきたいと思います。ということでですね、脱成長や反資本主義を唱える本が現在話題になっておりますね。資本主義民主主義が揺らいでいるということで、人新世の資本論がですね、今40万部を超えるベストセラーと今なっておりまして、これ斉藤さんに限らずですね、世界的にですね、こういった脱成長に関する著書や論文というのはですね、非常に広がってきていると。これ柿野さん、まずどういったところをご指摘されているのかなっていうのをお話しいただいてもよろしいですか。だいたいこういう脱成長を唱える方というのは、経済成長によって資源が使い尽くされると、でどんどんなんか世の中が悪くなっているというふうに、だいたい主張されている方が多いんですけれども、温暖化であと十何年で地球が終わるとか、そういった話をされている方が多いんですけども、実際の歴史的なその経緯を見ると、むしろ逆に経済成長こそがそういう災害の被害を減らしてきたということが明らかになっているわけです。パッとなんとなく印象で物事を語っているということがやっぱり あるんですね。それはではちょっといけないだろうと思いまして、反論を書かせていただいたということです。グレタ・トゥンベリさんなんていうのは、本当にすごい話題になりましたけども、たくさんの人が死んでいるというふうに言うわけですけども、確かにたくさんの人が死んでいるのは事実なんですけども、それは経済成長によってそういう人は減ってるんですね。温暖化問題といった問題も結局技術革新が進んでいって、むしろ解決していく問題だということが言えるわけです。これは過去の大気汚染とかそういったもので全部そうだったわけですけども、後ろに戻って世界が良くなるってことはないわけですね。過去に対してちょっと幻想を抱いているっていうところがやはりあるということを言わざるを得ないと感じたわけです。脱成長をしたいのであれば、70年代の生活水準に戻りたいと、戻るべきだということをおっしゃってますけども、70年代というと非常に公害がひどい時代ですけども、その時代に戻ったらいいというんであれば、ご自分でその70年代そういう生活を自分でされればいいと思うんですけども、誰もそういうことはされてない。こちら柿野さんが作られた世界の貧困率のデータなんですけど、これちょっと説明していただいてもいいですか。貧困率というのは、これは絶対的な貧困率でして、1日2ドル以下で暮らしているという人の全人口に占める割合ですけども、産業革命前は大体 90% が、そういう絶対的貧困のもとにあったわけです、それが産業革命以降緩やかに低下していって、特に第二次大戦が終わってからですね、急激にそれが低下していって、2000年代のそのグローバリゼーションの左翼の方々が言うところによると、搾取が強化されたという時代に、むしろ貧困化率が下がってる、実は 36% から 9% に下がったんですけども、この時代は特に搾取が強化されて途上国の人が苦しんでるというふうに言ってるわけです。確かに苦しんでる方がいるのはもちろん間違いないことで、それはそうなんですけども、それはもともと貧しかったからであって、それが豊かになってむしろ所得水準上がってるわけですね。一人当たりの GDP をこれを見ていただくと、現在産業革命前よりも貧しくなってる国、資本主義によってどんどん搾取されてみんな貧乏になってるっていう、そういうストーリーが成り立つような国っていうのはないわけですね。どの国も豊かになってるわけです。だから誰かが搾取されて、それで先進国が豊かになってるっていうストーリーは実態に合ってないわけです。こちら踏まえてですね、柿野さんあれですよね、温暖化終末論に対しても反論されてます。これってでも豊かになることによって、例えば二酸化炭素の排出量が増えたりとしたことに対しての脱成長側の、反駁もあると思うんですけれども、ちょっとこのあたりもお伺いさせていただいてよろしいですか。大体脱成長をおっしゃる方々っていうのは、気候変動によっていうのはもう産業革命のそういうの産物であると、人新世という時代が来たのだというふうに言って、もうあと世界は何年かで終わってしまうと、文明の終わりで人類の終焉が来るみたいなことを言ってるんですけども、実際にどうなってるかっていうことを、これデータを見ていただくと、これは1920年代から、現在までの平均の その死者数というのを見てるんですけども、明らかにずっと下がってきてるわけですね。なんでこういうふうになってるか、つまりグレタさんがすごいたくさんの人が死んでいると言ってるのは一番この端の部分になるわけです。確かにたくさんの人が死んでいて、これは問題なんですけども、もちろんだけど、それはどんどん良くなってる、良くなってる状況で、今まだそういう犠牲者が残ってるという状況なわけです。要するに豊かになったので防災対策ができるようになった、でみんな頑丈な家に住むようになったわけですね。それから災害に対する知識とかいったものも向上しましたから、このようにずっと、死者数は下がってきてるわけです、経済成長することによって温暖化の被害が大きくなるんじゃなくて、経済成長することによってその被害はむしろ抑えられるわけですね。あと10年で地球が終わるとか、人類は滅亡するといったような主張っていうのは、それはありえないことだというふうに私は本の中で強調してるんですけども、そういうふうに言うと温暖化否定論者だろうと
なんとまあ非科学的なことを言っているんだというふうに大体温暖化終末論者は反論するわけですね。そうじゃないんです。温暖化といったら、まあ、その温暖化懐疑論者、温暖化否定論者と非常にまあ激しい論争を繰り広げたことで非常に有名なマイケル・マンという、まあ、ホッケースティック曲線という、まあ、近代になってすごく温暖化が進んでるんだということをまあ主張している、まあ、考えた方がこのマイケル・マンという、方なんですけども、間違いなく折り紙付きの温暖化脅威論者ですね。マイケル・マンは、まあ、終末論の予測というのは、まあ、温暖化否定論と同様に有害であるという、そういう論文を書いています。これ、まあ、2017年ですけども、最近の本でも、まあ、同じことを主張されています。温暖化で人類が滅亡すると、近いうち滅亡すると言ってる、まあ、学者について終末論カルトの英雄であると、もうめちゃめちゃに皮肉ってるわけです、はい。シェレンバーガーというあの、まあ、環境運動家がいるんですけども、彼もこういうことはありえないというふうに書いてる、うん、要するにこういう温暖化によって地球が滅亡するっていうのは、温暖化脅威論のまともな科学者がそんなことはありえないということを言ってるわけです、まあ、温暖化の大きな影響を受けるのは基本的に農業なわけですね、まあ、確かに大きな影響を受けますけども、まあ、温暖化したことに対応して作物を変えたりすることもできますし、それほど極端な影響を受けるわけではないわけですね。でその農業っていうのは経済全体に占める割合はどれぐらいかといったら、まあ、これあの先進国だと本当にもう何パーセント1割以下 ですけども、途上国でも1割強に過ぎません。結局温暖化の被害っていうのは、まあ、GDP の 5% 程度、世界の GDP の 5% 程度になるというのが、まあ、一般的な推計です。あの一番大きくてもそんなものだというものです、うん。温暖化で世界が滅亡するとかそういった主張っていうのは一部の、まあ、極端な人たちが言ってるだけであって、うん、普通の温暖化脅威論者、まあ、私もあのそういう意味ではそれに入りますけどもは、そうじゃない、温暖化は確かに問題だけども対策を取ったらなんとかなるよというのが、まあ、圧倒的に多い。だから温暖化自体に本当に関心があるというよりは、こういうものを使って、まあ、人を説得したいという、その材料にしているという感じですね、うんうん。あのもうすぐチョムスキーとあのポーリン の、 あの気候変動とグリーンニューディールって本が出るので、これあのものすごい統計が満載の本なのでね、すごく参考になるんだと思うんだけど、まず気候変動懐疑論がデータで完全に反駁できる、しかしデータで反駁できるのはそれだけじゃなくてね、例えば炭素税主義っていうのは経済学者のほとんどがこれなんですよ。政治的な規制じゃなくて炭素税でやろう、炭素税をどんなにやっても CO2 の削減には全く焼け石に水だってこともデータで証明される。あと脱成長主義者っているよね、はい、うん、あるいはまあ極端な場合脱資本主義者、うん、これもデータで徹底的に論破されるんですよ、うん。例えばリーマンショックの時にね、うん、あの世界中大変苦しんだでしょ、うん、でリーマンショックの3倍か4倍成長を落としたとしても、うん、実は CO2 の削減から見ると全く焼け石に水でどうにもならないんですよ、うん。EU がね、うん、2050年までに 1.5 度っていう気温上昇のキャップに従うために、うん、従いましょうって約束をして、うん、でその上で GDP の 1% をね毎年使いますっていうふうに宣言したんだけど、うん、足りないんですよ。 GDP の 2% 以上を使わなければいけないんですね、うん。でこれはまあいろんな統計があのほぼ指し示していることなんだけど、うん、しかし何が阻んでるのかっていうと、はい、チョムスキーの結論、民主主義なんですよ、はい、うん。だから結局気候変動のことを実はよく知っていて法かむりする既得権益強者っていうのが一方にいて、他方で雇用不安に怯れるこれも既得権益弱者っていうのがいるわけ、うんうん。でこの人間たちが民主主義を引き回すってことになるんでね、うん。じゃあどういう策があるかって、うん、一つは中国のような権威主義ですよ、はい、うん、もうエリートは決定的に決めちゃう、うんうん。もう一つはこれチョムスキーのアイディア、うん、あるいはグレイバーっていうね人類学者のアイディアでもあるけど、うん、あるいは民主主義のサイズを小さくするしかない、はい、そうしないとあの基本我々 の、 その完全情報化ができない、うん、デマゴギーに踊らされるようになるということと、うん、だからそうですよね、日本って中途半端に、うん、国のサイズが中途半端なんですよね、うんうん。北欧とかって2、300万人ぐらいの人口のところが多いから、多くてまだ1000万人だね、1000万人だから、それぐらいの民主主義だと危機に陥った時に割とこうリーダーシップを取れる人がドンと出てきて国をうまいことこう舵取りするってことはできるけど、1億2000万人って数パー中途半端なんですよね。